ダニエル書第八章ベルシャ・チャル王の治世の第三年、はじめに私に幻が現れて後、私ダニエルにまた一つの幻が現れた。私は一つの幻を見たが、見ていると私がエラム州にあるシュシャンの城にいた。なお幻を見ていると私はウライガーのほとりにいた。 私が目を上げてみると、なんと一頭のお羊が川岸に立っていた。それには二本の角があって、この二本の角は長かったが、一つは他の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのであった。私はそのお羊が西や北や南の方へ突き進んでいるのを見た。どんな獣もそれに立ち向かうことができず、またその手から救い出すことのできる者も,もいなかった。 それは思いのままに振る舞って高ぶっていた。私が注意して見ていると、見よ、一頭の親木が地には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。その親木には目と目の間に著しく目立つ一本の角があった。この親木は川岸に立っているのを私が見たあの二本の角を持つお羊に向かってきて勢い激しくこれに走り寄った。見ていると、 これはお羊に近づき、怒り狂って、このお羊を打ち殺し、その二本の角をへし折ったが、お羊には、これに立ち向かう力がなかった。親木は、お羊を地に打ち倒し、踏みにじった。お羊を親木の手から救い出す者はいなかった。この親木は、非常に高ぶったが、その強くなった時に、あの大きな角が折れた。そしてその代わりに、天の四方に向かって、 著しく目立つ4本の綱が生え出た。そのうちの一本の角からまた一本の小さな角が芽を出して南と東とうるわしい国とに向かって非常に大きくなっていったそれは大きくなって天の軍勢に達し星の軍勢のうちのいくつかを地に落としてこれを踏みにじり軍勢の長にまでのし上がったそれによってジョークの捧げ物は取り上げられ その聖女のもといは覆される。軍勢は渡され、ジョークの捧げ物に変えて、背きの罪が捧げられた。その角は、真理を地に投げ捨て、欲しいままに振る舞って、それを成し遂げた。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。すると、もう一人の聖なる者が、その語っている者に言った。ジョークの捧げ物や、あの荒らす者のする背きの罪、及び、 聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことだろう。すると彼は答えていった。二千三百の夕と朝が過ぎるまで、その時聖女はその権利を取り戻す。私ダニエルはこの幻を見ていて、その意味を悟りたいと願っていた。ちょうどその時、人間のように見えるものが私の前に立った。私は裏側の中ほどから、ガブリエルよ、 この人にその幻を悟らせよ、と呼びかけて言っている人の声を聞いた。彼は私の立っているところに来た。彼が来たとき、私は恐れてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ、人の子よ、その幻は終わりの時のことである。彼が私に語りかけたとき、私は意識を失って地に倒れた。しかし彼は私に手をかけて、その場に立ち上がらせ、 そして言った。見よ。私は終わりの行き通りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わるからだ。あなたが見たお羊の持つあの二本の角はメディアとペルシャの王である。毛深い親木はギリシアの王であって、その目と目の間にある大きな角はその第一の王である。その角が折れて、代わりに四本の角が生えたが、それは その国から四つの国が起こることである。しかし、大地の王のような勢力はない。彼らの知性の終わりに、彼らの背向きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は、呆れ果てるような破壊を行い、事を成して成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。彼は悪だくみによって欺きを、 その手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし、人手によらずに彼は砕かれる。先に告げられた優と朝の幻、それは真実である。しかし、あなたはこの幻を秘めておけ。これはまだ多くの日の後のことだから。私ダニエルは、幾日かの間、病気になったままでいた。 その後、起きて王の事務を取った。しかし、私はこの幻のことで驚きすくんでいた。それを悟れなかったのである。